ここからの時間は隈研吾先生、そして伊藤香織倉敷市長との対談の時間となります。お二人よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではまずは隈様にお伺いします。はい、倉敷市やここ真備町についてどのような印象をお持ちかお聞かせください。はい、倉敷の町はですね、もう建築の聖地みたいなところなんで、もう僕が学生の頃からですね、もう見に行って、すっごいかっこいい町だなと思ってたんですね。でそれと同時にですね、この自然が豊かで歴史と自然両方あるって、もう恵まれた場所だなっていうふうに感じてました。ありがとうございます。またこの真備ふれあい公園を設計するにあたって着目した点をお聞かせください。はい、この真備ふれあい公園はですね、これからの日本の防災施設のモデルになるようなものを作りたいなと思ったんですね。もう日本中がもう何いつ災害が来てもおかしくない、でそういう時にですね、防災施設っていうものがですね、皆さんに親しまれて、日頃から親しまれてるってことがですね、やっぱ安全のためにすごい大事なんですね。で日頃から親しまれてるってことは、そこでいろんな教育も防災教育もあるし、それから備蓄も機能を持ってるし、そういう防災の機能と交流の機能両方持ってるものを作れば絶対日本のモデルになる、そういうことでこれデザインをいたしました。ありがとうございます。こうして本日無事に開園を迎えることができたこの真備ふれあい公園なんですが、伊藤市長、はい、完成したこの建屋や公園をご覧になって、はい、どのように感じられたでしょうか。はい、本当に素晴らしいですね。真備ふれあい公園が、竣工したと心から嬉しく思っております。世界的建築家でいらっしゃいます隈研吾先生におかれましては、この建物、この場所がですね、できる前の時からまずどういう場所にこの設計をするかっていうことをいろいろご視察いただいて、それからこの建築の間も何回も何回もお越しいただきまして、この周りとの調和とかいろいろ見ていただいて、こういろんな調整をしていただきながら、そして今日の日が迎えられたことを本当にありがたく思っておりますし、今隈研吾先生がおっしゃったような、この場所がですね、防災の施設にもなる、新しい時代の住民の皆さんの交流と、それから防災の施設のためのモデルになるようなですね、そういうものになったというふうに思っております。はい、ありがとうございます。隈様は完成した公園をご覧になって第一印象いかがでしたでしょうか。ですね、これ建物と公園とやっぱ周りの調和がすごくうまくいったなと思うんですよね。でこの川の方にもですね、ずっと公園が広がって、でこの周りでですね、もういろんなことができるようになってましてね、そういう意味でもこれは建築じゃなくて環境設計できたなっていうふうに感じました。もう体感で分かるんですが、素晴らしく風が、気持ちの良い風が吹き通ってますもんね。はい、ありがとうございます。続いて隈様から市長への質問を預かっております。はい、はい、今後の倉敷市のまちづくりについて、はい、どのように進めていこうとお考えかお聞かせください。はい、大きくはですね、倉敷市も今全国各地でいろいろな大きな自然災害がやはり頻発いたしておりますので、市全体としてこの真備の平成30年の被災経験を大きな教訓としましてです、その経験をこれからに生かしていくために、この真備の皆さんと一緒にこの災害に強いまちづくり、それに取り組んでいきたいと思いますし、そのこの場所がですね、大きな出発点になる場所だというふうに思っております。住民の皆様が本当にこの場所をですね、日頃からのいろんな活動、先生がさっき言っていただきました、日頃から使ってないとそこはいざという時にその拠点になれないと。ですので日頃からここをいろんな使い方をしていただいて、子どもさんも遊べる、で大人たちもいろんなお祭りもできるし、それから魅力発信の場所にもなるし、そしていざという時には救援とか避難の場所にもなる、そういう場所にこの場所はぜひしたいと思いますし、何と言いますか、この場所が先生確か最初に来られた時に、この真備のこの、おお、アゲハチョウが来ました真備の山並みをねご覧になって、この山並みがいいねって最初おっしゃられたので、私はこの山並みにすごくマッチした設計をしていただいたなというふうに思っておりまして、ありがたく思っております。本当にまた新たに災害に強い
災害に強い町づくりの大きな出発点の場所に、なっていくなと思っております。それではお時間が近づいてまいりましたので、最後にお二人に1問ずつお答えいただきたいと思います。それではまず伊藤市長、はい、このマビふれあい公園を今後どのように活用していきたいでしょうか。はい、今日みんなでテープカットとくす玉割りをさせていただいたんですが、その時にこれからの利用者代表の意気込みということで、地元のまちづくり推進協議会の連絡会の会長さんがですね、野田会長さんがこれから利用者としてですね、防災教育の場、それからもうすぐ7月13日の真備町最大のですね祭りであります真備船尾総踊りも初めてここで開催をしますという場所になりますし、それから私といたしましては、今日式典で申し上げたように、この公園の一番最初の公式訪問者は天皇皇后両陛下でございます。ですので両陛下が災害の復旧復興の状況をご視察いただいて、これからに向けてという住民の皆様を励ましてくださったそのお言葉やですね、この環境ということを、まあ、私たち一つの大きなですね誇りとしながら、そして皆様にいろんな発信をしていける、そういうふうに活用を住民の皆さん、それからこれ市内の方、市外の方、視察の方いらっしゃるので、名前の通りマビふれあい、多くの方が触れ合い、自然とも触れ合える、そういう公園として活用していきたいと思っております。ありがとうございます。続いて熊様、はい、マビふれあい公園を倉敷市民にとってどういった場所にしてもらいたいでしょうか。はい、ですね、このプロジェクトをやってて、倉敷市民の倉敷愛の強さに驚いたんですねいや住民の皆さんがですね、本当に誇りに思ってて、町を愛してる、やっぱりそういう皆さんがですね、この周りにたくさんいるので、多分いろんなアイデアが出てくると思うんですね。もちろん防災備蓄機能が非常に大事ですけど、それ以外も総踊りやるって今日聞いて、すごいな、ここでやるんだって。だからそういうですね、いろんな使い方のアイデアがどんどん出てきて、僕らが想像しなかったような、なんか楽しい場所になりそうな、もう予感がしてます。ありがとうございます。お二人、貴重なお話をありがとうございました。